はい、こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、論説して5000円もらえるとしたら、もらいたいですよね。で、今回はですね、LINE の FX、LINEFX に登録して、ここ書いてますけども、取引1回するだけで5000円プレゼントってことになっています。これね、5000円ほぼ、そのままそっくり儲かりますんで、ぜひね、もうやってみたらいいと思います。こういうのは久しぶりに来ましたね。うん、で、LINEFX ってのの、リリースキャンペーンとして5月31日まで、もしくは先着3万名様なんですけども、この動画を見てる時点で今日3月24日ですから、まだ十分ね、2、3週間大丈夫だと思います。まあ、早めにやっといてください。手順の方をね、紹介しますね。まあ、大体ね、資金はね、5万円ぐらいあればいいです。この5万円が減るわけではありません。5万円はそのまま戻ってきて、プラス5000円前後が戻ってくるって形ですんで、まあ言ってみればね、月利かなんかわかりませんけども、10% ってやつです。じゃあこういうふうに進めていってください。まずね、LINEFX に登録してください。よろしいですかね。で、流れはですね、まずは注文選択をしていただいて、これわからなくても、この指示の通りに進めば OK です。注文選択していただいて、通常選択に進みます。そして、売り買いを選択します。これね、どっちでもいいです。数量が1になっていることが大切ですよね。1にしといてくださいね。これをたくさん、10とかね、100とかにしちゃうと、資金ぶっ飛んじゃいますんで、1にしてください。で、注文タイプが成り行きです。これも、この通りにやってみてください。で、確認して、1を注文しますね。で、売り買い、赤とか緑の線がありますけども、0.3 以下の時に取引をしてください。で、8番の、何ですかね、縦玉紹介っていうのがありますんで、ここを見ていただいて、OK だなと思ったら、全決済ですよね。これ意味わかんなかったら、ちょっときついですけども、FX とか全然やったことない方はね、わかんないと思います。申し訳ないですけども、そういう時は FX ね、得意な方に聞いてみてください。いつものことなんですけども、私の動画でね、これね、無料情報をやってる時は別にサポートしませんので、すいませんけども、問い合わせはご遠慮ください。そうは言ってもね、電話かけてきたりとかする方いらっしゃるんですよ。で、電話かけてくる方に限って長いんですよ。だから私もやりたくないっていうふうに申し上げてるんですよね。で、電話っていつ終わるかわかんないし、邪険に切ることもできないんで、まあなんかね、軟禁されてるような感じです。本当に1分ぐらいでね、要件を伝えて終わるような電話だったらいいんですけども、結構ね、20分、30分長くなっちゃうんですよね。まあ私も長くしちゃうのかもしれませんけどもね。すいませんけども、お問い合わせはこういった無料情報についてはご遠慮ください。もうあとは自分でやってくださいねっていうふうなことを込みで無料でどんどん流してますんでね。で、そもそもね、調べる意欲がない方、もう、サポートがないとできない方は稼ぐセンスないですから、もう稼ぐことは諦めた方がいいと思います。ひどい言い方になりますけどね、ほんとそうなんですよ。で、ちょっとこの件の LINEFX についてちょっと補足しますね。通貨ペアはどれでもいいです。まあ、US ドルとかジャパン、ドル円がいいんじゃないですかね。それも安定している16時ぐらいにやることがいいかと思います。これ初心者でも簡単です。で、損得とはね、見なくていいです。即売却すればマイナスがあっても数百円ですから。1000円以上マイナスになることはありません。で、キャンペーン狙いの5000円をいただきたいということなんで、まあ悪くてもね、4000円は戻ってきますよ。戻ってくるというか入ってきますよ。で、5万円も戻ってくるんで、いいでしょ？5万4000円戻ってくれば。そんな感じです。でね、LINE に限らないんですけども、FX とかの投資系のキャンペーンっていうのは、新規のお客さんを取り込むのが目的なんで、こういったね、高額案件が多いんですよ。ですんで、アフィリエイトとかも、本当にね、FX を中心に投資系とかね、クレジット系とかをずっと狙った方がいいと思いますし、あとね、YouTube 動画を撮る際も、金融系の動画とか FX 系の動画っていうのは、株とかね、本当にいい広告がつくんで、売上が高くなる、利益が高くなる、アフィリエイト報酬、アドセンス報酬高くなる傾向にありますんで、もしね、取引をされてる方、FX とかされてる方だったら、FX の動画撮らない手はないんですよ。ダブルでも儲かりますからね。まあ、FX の本業の方は儲かんないかもしれませんけども、FX の動画は儲かりますから。で、それでね、FX で儲けた方法みたいな商材売ってる人もいますけども、それはちょっとせこいですよね。まあ、今回ね、これを踏まえて、投資系キャンペーンに乗っかって、一発取引でさよなら逃げ切りをしてみてほしいなと思いまして、こういうふうな紹介をしてます。他にもいろんな案件あると思いますんで、A8 ネットとかね、バリューコマースの等から調べてみてください。それでは以上です。